エトラちゃんは見た。俺は徳さ、県外の小さな企業に就職し、今は社会人3年目。いろいろと大変なこともあるが、周りはいい人ばかりで、それなりに楽しくやっている。何よりも安定した生活というのがいい。外回りお疲れ。おう。子供の頃はかなり苦労したから、今のこの生活を維持するのが俺の夢だ。お疲れ徳さくん。どうだい、金曜日だし近くでご飯でも。もちろんお酒は飲まなくても大丈夫だよ。ありがとうございます、お供します。俺はアルコールを飲まない。体質云々ではなく、自主的に飲まないようにしているのだ。ハイボールお願いします。ウーロン茶一つ。それとなぜかといえば、酒にあまりいい思い出がないから。十数年前。やめてんじゃねえぞガキ。あなた、あなたやめて。俺の親父は酒癖が悪く、酔っ払うとすぐに暴力を振るった。まだ小さかった俺は何をどうすることもできず、殴られるままだった。そんな俺に対して母さんはよくこう言った。ごめんね徳さん、でもお父さんを許してあげて。お酒を飲まなければ優しい人なのよ。そんなこと言われたって、父さんがお酒を飲んでないとこなんか見たことないんだけど。結局俺が中学に上がる前に両親は離婚、親権は当然のように母さんに移った。親父がどこで何をしてるかはわからない。片親の生活は苦しかったが、あいつがいないだけでかなり救われた。それから月日が経ち、アルコールが飲める年齢になってからも俺が酒に手を出すことはなかった。あんな親父の血を引いているのだから、きっとろくでもないことになるに決まっている。そう確信しているのだ。いやすまないね、家まで送ってもらっちゃって。いいんですよ、いつもお世話になってますし。そうかい、あまり自覚ないな。いやいや、職場でもよくしてもらってますし、それに何よりアルハラとかもないですから。お酒を強要されないだけでも、俺にとって柊木さんは理想の上司ですよ。そんなに褒められると照れちゃうな。あ、そろそろ家だ。そこで止めてくれるかい。わかりました。ん、どうしたんだい。あそこ誰かうつくまってません。え、本当だ、女の子かな。おい、そこの君、どうしたんだこんな時間に。助けて、お母さんが。母さんがこのままだとお父さんに殺されちゃう。え、そしてその場でその子はいろいろと説明してくれた。彼女の名前は茜、近くの高校に通っているらしい。しかし、なんだと。父さんが暴力を振るうの。あの人お酒飲んだらすごい凶暴化して。だから私もお母さんも毎日殴られてて、でも今夜は今までで一番やばくて。だから助けを呼ぶために逃げてきたんだけど、途中で頭がカラッてきて、ここでうずくまってたの。なるほど、柊木さん、俺行ってきます。え、その前に警察を。お母さん。何、ひどい怪我じゃないか。お母さん待ってくれ。やめて、お父さん。おい、あんた、奥さんを離せ。うん、どれだてめえは。どうせお前が連れてきたの。やめろ。うっせえ、すっこんだら。徳田くん、大丈夫。すみません、奥さん、柊木さん、俺は大丈夫なので警察呼んでください。あと救急車も。え、何言って。てめえ、妻や子供に手あげてんじゃねえよ、この飲んだくれなクソ親父が。その時のことはあまり覚えていない。ただ怒りで頭が真っ白になっていた。殴っている相手が他人の親父なのか自分の親父なのかすら分かってなかったのかもしれない。いつの間にか駆けつけていた警察に止められるまで、俺はその男を殴り続けていたらしかった。翌日。はあ、手痛いな。人を殴ったことなんて初めてだったからな。あの、え、あなたは昨日の奥さん。本当にありがとうございました。あなたが止めてくれなければどうなってたか。いや、俺は娘さんに言ってください。あの子が助けを求めてなかったら俺たちも行けませんでしたから。それで、その、俺がこんなこと聞くのも妙ですけど、旦那さんは無事ですか。ええ、無事です。あの後救急車が来たんですが、乗るのを本人が拒んでました。ただその際に救急隊の方を殴ってしまって、今は留置所です。なるほど、あの人とは離婚されるんですよね。
それは…お酒さえ飲まなければ優しい人だとか思ってませんよね。え、どうしてそれを。俺の親父も似たような感じだったからですよ。なので断言できます。あなたを助けようとした娘さんと、あなたを傷つけたあの亭主、どちらを優先すべきだと思います？すみません、部外者が軽々しく突っ込んでいい話題じゃないですね。でも決断は早いうちにした方がいいですよ。取り返しのつかないことになる前に。それでは。数週間後。あれから俺は会社を辞めた。自主退職だ。ようやく手に入れた真っ当な生活を失うのはきつかったけど、でも仕方なかった。それからはこうして街をふらついている。特にやることもなく無気力に。うん、俺あんな風に人を殴れるのか。結局親父の暴力的な血を引いてたってことかな。これからどうやって生きていこうか。おじさん。あかねちゃん、本当におじさんだ。やっと会えた。私ずっと探してたんだよ。まだお礼も言ってなかったし。お礼って何の。決まってるでしょ、あの日私たちを助けてくれたことよ。あの後いろいろ大変だったけど、でもおじさんのおかげでうまくいったの。あのねお母さん、お父さんとやっと離婚したんだ。おじさんに言われてハッとしたんだって。だから私のことを考えて別れてくれたの。そうか、生活の方は大丈夫なのか。うん、元からお父さんの方はあまり働いてなかったからさ、生活費が一人分減って今の方が安定してるくらいなんだ。なるほど、ならよかった。うん、本当におじさんは私のヒーローだよ。俺が。いや、でも俺はあかねちゃんのお父さんを殴っただけだ。ただの暴力野郎だよ。そんなことないって。先に殴ったのはお父さんの方だし、何よりおじさんは私たちを守るためにやってくれたんでしょ。ヒーローじゃん。そうか、ヒーローか。でも無職だしな。え、おじさん仕事辞めたの。ああ、今のままじゃ会社にも迷惑かかると思って。そうなんだ。あ、だったら私がアルバイトとかして養ってあげるよ。だから安心して。いや、女子高生に養われるのはちょっと。あれ、徳佐くん。ヒイラギさん、もう退職届は出すし電話は繋がらないしで心配してたんだよ。すみません、いろいろもろもろ。本当だよ。でもまあ無事でよかった。それで徳佐くん、仕事にはいつ復帰できそうだい。え、いや、でも俺退職届を。あれはまだ会社側が受け取ってないんだ。え、社長がね、君のやったことを聞いて休職扱いにしたんだよ。暴力に訴えたのは責めるべきだけど、あの男から彼女たちを守ったのは立派だって。そんな人を失うのは惜しいってさ。そうだったんですか。で、どうする。こっちとしても無理強いはしないけどさ、君さえ良ければカムバックしてくれないかい。はい。よかった、よかったね、おじさん。ああ、ちなみにだけど俺まだおじさんって年齢じゃないぞ。え、まだ20代前半だし。いや、まあ子供の頃からいろいろ苦労してたし、老けて見えるのも仕方ないけど。そうなんだ。あ、じゃあもしかしてまだ結婚とかもしてないけ。当然だろ、なんなら彼女もいないよ。え、じゃあさ、私と付き合おうよ。ぶっちゃけあの日から私おじさんのこと忘れられなくて。はあ、なんだよ突然。っていうか無理に決まってるだろ、年の差とかあるんだから。と言っていたのも今は昔。その後も新婦の熱烈なアプローチは続き、ついに二人はこうして皆様に祝福されることとなったのです。乙女の執念の勝利だね。お前の熱意には負けたよ。では皆様、そろそろ乾杯といきましょう。みんなアルコールなしの宴に納得してくれてよかったな。ヒイラギさんがみんなに説明してくれたらしいよ。私たちアルコールに振り回された人生だったじゃん。だから二人の門出はノンアルで祝ってあげたいってさ。そっか。それにヒイラギさん言ってたよ、ドクタ君酔っ払うとめっちゃキス魔になるって。え、入社してすぐの歓迎会の時、他の社員が注文したのをジュースと間違って飲んで、ヒイラギさんにめっちゃ注意してたって。記憶にないぞ。あ、そうなの。いや、まあ仕方ないよ。その時コップ一杯でベロベロに酔っ払ってたらしいし。今後はなおのことお酒飲まないようにしとこう。ま、そんなわけでさ、配慮してくれたってわけ。だってこれ以上ベロベロに酔っちゃったらやばいでしょ。もうすでに私にメロメロに酔っちゃってるんだからさ。確かに。では二人の未来を祝して乾杯。
ご視聴いただきありがとうございました。自分がもしかしたら酒癖が悪くて周りに迷惑をかけてしまうかもしれない、そう思って自制するっていうのは大事な心意気です。まあ実際は暴力を振るってしまうというのではなくて、貴様になるという、まだ可愛らしいものでよかったですね。何はともあれ、お酒が入っていたから暴力を振るってもしょうがない、そんな言い訳は通用しないということです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。